ポイが一番再生数いいわけですよ。ぶっちゃけ数字の話言うと、僕は一番出てるわけですよ、ヒカルくんのチャンネルに。悔しいわけよね、俺は。まあその他のグループ名は挙げる気はないですけど、この5人いるグループ内で、うわ、こいつに負けたわって思わなくなったら終わりだと思うんですよ。いや、なんか俺はほんまでもな、そのレプゼンの負けず嫌いなところはすごいと思うで、やっぱ正直。やっぱ俺は今自分のチームで、まあ、どっちがチームというよりはもうちょっと会社っぽくなっとうけど、やっぱもう俺がもう圧倒的に上司やから。確かに、まあ圧倒的そんな、なんていうかな、負けず嫌いなやつおらへんもん。だって自分で SNS 更新するやつおらへんもん。で、丸はさ、言っとったやん、俺は動画撮ってるから絶対 SNS 更新して動画出すんですみたいな。他のメンバーが更新したくても動画出すことでフォロワーが増えるから出すようにしてるんですとか言っとったやん。そんなやつ俺のチームにおらへんもん、はい、自分から自ら更新するようなやつおらへん。だから俺からしたらヒカルくんが一番かわいそうですもん。その俺から言われて、フォイから言われて、俺にも出してくれって言われる、そのヒカルくんの板挟みが一番かわいそう。いやでも俺はありがたいでしかないで、正直。こういうのもない。どうすか？いやいや、ありがたいでしかないで、俺は正直。ほんまに。俺、疑似的ではあるけど、自分が欲しかったグループを、レペゼンを通して感じれとうから、簡単に。ああ、よかったっす、よかったっす。じゃあよかったっす。俺はその、やっぱその、人と絡んどるときが一番俺は生き生きできるというか、ソロの動画も面白いって言ってもらえるんやけど、人と絡んどって、人の良さを引き出すのがやっぱ俺は得意やから、単純にそれがやっぱ俺は楽しいし、やっぱやっとって。だからレプゼント動画撮ったときって基本的に俺は楽しいから、それはマジで、なんていうかな、ありがたいことやし、こっちからすれば。まあその、ちょっと気持ちが安らぎます。